火の夜、ここはベルベットの村の。くそ、ごまかした野党がこんなに。君と俺たちのこと一緒に。メルキオル、この村がお前たち一家をごまかした野党どもに差し出したのだ。自分たちを見逃す代償としてな。嘘だ。よくあることだ。なんだこの巨大な力は。まさかこんなところに探し求めていたカノヌシが。この精霊は転生したか。姿は同じでも別の存在だ。なぜだ、なぜこんな残酷な絵にしが。どうやらカノ主の復活はこの精霊どもはもらっていくぞ。待て！約束を守れなくてごめんよ。俺を捨てる。名もなき精霊よ、契約を交わしてもらうぞ。私は
世界の痛みを止めなければならないのだ。できるのか。亡き死と祭司の魂にかけて今度こそ成し遂げる。我が名は先代筆頭大魔神クローディン・アスガードの意志と力を継ぐ者だ。よかろう。